これでも大事にするんだって。お茶わかありがとうございます。美味しい美味しい。これでちょっとね焦げてていいのよね、この焦げ具合がね。美味しい。お店に出せるね、これはね。ちょっとね、汁がすごい。朝ごはんでね、作ってくれた今。水分でね、トマトとかの水分。玉木宏のドラマ思い出す。何？なんかあるの？玉木宏の。私ね、結構ね、こういうね、トルティーヤとかさ、ブリトーとか好きなんだよね。冷凍の皮とかも今売ってるよね。うん。あ、結構朝ごはんとかにいいよね、パパッとね。余りもんっていうかさ。皮は、今日はね、コーン、ネギコンバイとかいろいろあるの。そうそう、コーンフレークをね、潰して、混ぜるとかね。うん。で、ちょっと、だしだ。韓国のだしとかを入れた方が美味しいかもしれない。ちょっとね。お汁が。土曜日とかはね、おすすめメニューっていうのがね、お店ね。例えば餃子とか、餃子が一番人気だね。うん。土曜日は避けるんだけど、意外とね、平日の方が混んないとかね。うん。トルティーヤ、トルティーヤ。どうしてもね、お店に来たらほら、お話ししたいって人が多いんだよね。平日安くするとかそういうのはない。うん。料金はいいっすよ。ただ予算いくらでとかいうのはやるけどね。一人3000円で飲めますかとかね。もうバーじゃないんだからみたいな。うん、座っただけで3000円は発生するんだよ。3000円以上はね。うん。予算でやっぱ、まあ、1万円か1万5000円ぐらい。ごちそうさまで、ね、美味しかったでーす。